こんにちは、ツイッターのケンですね。お話はよくわかりました。まあ今までね、同じようなご相談山ほどいただいてきてますんで、回答はほとんど一緒になるんですよ。まずはね、情報発信するってことは誰かにそうじゃないんじゃないのっていうふうに別の意見をいただく機会をいただくってことなんですよ。ですんでね、何にも反対意見欲しくない、自分と同じ考えの人だけ集めようと思ったら何も言わないのが一番なんですよ。でも何かを発信すると、確かにそうだよねって応援してくれる人もいれば、当然ですけども、人には10人十色、100人いたら100通りの正義や考え方、ベクトルがあるんですよね。ですんで、そうじゃないと感じてる人が、いやいやそうじゃないんじゃないのっていうふうに教えてくださることがあります。で、どっちが正しいか正しくないかは分かりません。一人一人の状況が違います。例えばカウンセラーの方がいらっしゃってね、高いカウンセラーの方、安いカウンセラーの方いらっしゃいます。当然です、カウンセラーさんにも自分の経営を成り立たせる、そういうふうなね、考えがありますからね。例えばね、ただ同然でやるカウンセラーさんが正しいとしたら、そのカウンセラーさんの人生、そして家族、めちゃくちゃになります。それこそやってられないですよね。で、お金を払いたくないっていう人が集まってくるようなカウンセラーさんは、はっきり言ってものすごい親切で自己犠牲にあふれた人、そういう人を期待するんだったら、ちょっとこれはですね、カウンセラーさんに対する搾取にもなりかねないんですよ。ただそういう人ばかりではありません。中にはですね、私は十分自分の暮らしや家族にも理解があるし、もう自分のことはね、いいんだと、とりあえず一人でも多くの人を悩みを解決してあげたい、まあ、そういうふうなね、もう宗教をやってるみたいな人もいるわけですよ。で、質の高い無料の、もしくはすごく安いカウンセリングの人もいらっしゃいます。ただその人に出会えるかどうか、その人が自分のカウンセリングを受けてくれるかどうかは別問題です。無料同然でカウンセリングをやってる人、高いレベルのカウンセリングをやってる人は当然人気になりますから、順番待ちで3年待ち、5年待ち、10年待ちもあるんですよ。で、それでいいんだったら探すことはできると思いますよ。でもいいですか、今悩んでるその悩みに今日すぐ答えてほしいっていうふうに、そのカウンセラーさんの時間を自分に拘束する、それこそ家族とか友達とか、その人がね、寝たい、眠りたい、別のことした趣味をしたいっていうのをかなぐり捨てて、私のためにやってくださいってことを期待するんだったら、これは無料でやらせるべきなのか、それともただ同然でやらせるべきなのか、そこそこの対価をお支払いするべきかってことは、今度はユーザーさんに任されてますよね。いや、金は払わない、あなたは人の悩みを解決するために自分の選択でカウンセラーになったんでしょ、だから私のためにカウンセリングしてくださいよって言い切れるんだったらいいと思いますけども、さあそれにですね、心よく応じてくれる方がどれだけいるかなってことなんですよ。ただ世界中探せばいると思います。ところがそんなにたくさんいないんで、なかなか出会えないと思うんですよ。で、逆にですね、高額な報酬で高いレベルのカウンセリングする人は、それはたくさんいると思います。でも高額すぎて払えなかったりするから、なかなかね、それ90分のカウンセリングに10万20万、時には300万400万って方もいらっしゃるんですよ。でもその高いお金を払うぐらいの価値はあるというふうにユーザーが見分けなくてはいけないんですよね。まあ、ですんで、そういう方はなかなかね、やっぱり同時に縁がなくなってくるんですよ。ということで、ここまでを整理すると、高いレベルでカウンセリングできる人、無料同然、安い人、高い人にかかわらず、自分との接点っていうのはなかなか持てなくなってきます。で、一番自分との接点が持てる人っていうのは、そこそこの価格でそこそこのカウンセリングができる人、ね、一生懸命やって手を抜いてるわけではないんだけども、そこまでね、イエス・キリストみたいな優秀な人っていうのは本当に少ないんですよ。でもカウンセリングの先生ですらね、いわゆるお客様とか患者さんのカウンセリングの回数を重ねなければ力がついていかないんで、発展途上の人がそこそこの金額でそこそこのカウンセリングをやったからといってね、やっぱ責めるべきではないかなと思うんですよ。それこそカウンセリングの先生がノイローゼになっちゃいますんでね。まあ、ですんで、この世の中に万能の人ってのはなかなかいないと思います。何かしらの不満があると思います。それでも頼らざるを得ないといけないんだったら、やっぱりね、心を割って敬意を持ってその方に行くべきなのかなと思うんですけども、私はカウンセリングの先生にね、かかることはありませんので、はっきりしたことは分かりません。で、ここまではね、ちょっといろいろお話しましたけども、ツイッターの件にちょっと話を戻しますね。世の中にはいろんな意見があります。で、発信活動を続けると、まず一番最初に関わる人って10万人100万人っていう数にはなりません。すごくちっちゃい数人とか数十人との関わりになってきます。その中に、例えばね、10人と関わって5人の人が自分と違う意見を持ってたから、じゃあ世の中は全部こうなんだって思わないちょっと早いんですよ、ね、だからやっぱり数万人とか数十万人と関わりを持つ中で、大体平均値っていうのは分かってくるんですよ。標準偏差っていう統計の、手法でいうと
2000人の意見を聞くと大体20万人とか500万人とか大人数に合致するような数字が出てくるんじゃないかなって言われてますけども、今はねまだねこう書いてますけど、なんで私の活動迷惑と考えるのだろうと、貧乏な患者を無視してなんでカウンセラーの辛さだけ一方的に私にぶつけてくるだろうのと利害に苦しんでますよね。でもこれはねそういう考えがたまたま今目の前にあるからなんですよ。今まだ出会えてない、もっと素晴らしい考えの人にまだ出会えてないんで、こういうふうに理解に苦しんでるだけであってね、まだまだ本当のことってのはどこにあるのか分かりませんけども、この人の言うことだったらうなずけるなっていう方に出会えるチャンスはこれからまだまだ広がっていきます。ですんで今の時点でね全部を決めなくてもいいと思いますよ。まだ始めたばかりですからね。それこそね始めたばかりで転んでしまうってことはよくあるんですよ。今回は転んだってわけじゃないですよ。でも旅を続ける中で、例えばねものすごく遠くの千里先の旅路を求める中で、最初の一歩を踏み出した瞬間に、玄関から出た瞬間に石につまずいて転んじゃいました。じゃあ千里の道ずっと転び続けるのかって考える人はあんまりいないと思うんですよ。あ転んじゃった、気をつけていこう、よしよく下を見ていくぞとかね、よく下を見ていったら今度はね鳥の糞が頭の上から降ってきました、あしまった、じゃあ鳥の糞を千里歩くたびにずっと被るのかって言ったらそうではないですよね。だからあ上も気をつけないといけないなってなってくるんですよ。で分かれ道があります、旅の途中でね。で分かれ道に人が立っているんですよ。こっちに行ったら千里道のあなたの目的地につけるよって言ってくれたとしますよね。でもその人が嘘をついてるかもしれないし、その人が勘違いしてこっちって言ってるかもしれないんですよ。ですからそういう時でも人の言葉とか人のアドバイスとかね、人の指し示す方向っていうのは一つの情報、一つの意見として捉えることはあっても、その人が全部素晴らしい、全てが正しいんだって考える必要はないんですよね。でこういうふうに、今ねお話した ある人は私の活動主張が迷惑、逆行だからやめてほしい、報酬の低いカウンセラーの辛さを考えない、あなたが心にないって書いてるじゃないですか。いやそう思うんだったらね、そう思うんだったら何も私の発言を無理して見なくていいですよと。あなたの見ていて気持ちいい発信をしているツイッターのねアカウントを探しに行けばいいじゃないですかと。私のツイートを見てくれって頼む覚えはないですよと。私のツイートはあくまでも私のツイートに納得する人向けなんですよっていう風な考えでいればいいと思いますよ。私も YouTube をやってますと、そういう考えは違うよっていうのはご意見たくさんいただきます。そういう違ったご意見に触れることによって私が考えを改める例もあるんですよ。あ確かになみたいなね。で逆にですね、いやどう考えても私はこういうふうに思ってるんです、あなたとは考えが違うけども、でもあなたの人格を否定するわけじゃないと。この話題についてはたまたま意見が合わないけども、他のことで共通点があるかもしれませんよねと、敬意を持ってあなたと付き合っていきたいですって考え方に変えれば全く問題ないんですよ。だから一つのねテーマについて意見が違うからといって敵だと思わなくてもいいんですよ。むしろそういうご縁をきっかけにこの人を深く知る、そして愛していけるかもしれません。そういうふうにね人を信じることっていうのが金八先生の言う、ね、信じられぬと嘆くよりも人を信じて傷つく方が良いっていうね歌なんですけども、でも必ずしも傷ついても人を信じてくださいよっていうわけではありません、ね、自分の発信と他者からのコメントがどうしてもねストレスになって我慢できないと思えば、それとは違った話題とかね、例えばツイートに反応しないっていう方法もあります。もう見ない読まないっていうこともできますんで、お互いにね、だからそういう選択を取っていくべきだと思いますよ。また新しい例ですけども、旅を続ける中で密林に行きます、ジャングルです。でジャングルに足を踏み入れた時に一つの小石も踏まずに一つの枝にも触れずにジャングルを通り抜けることは多分できないと思うんですよ。いろんなところでね怪我もしますし、擦り傷もあるし、毒蛇に噛まれるかもしれません。そういったことを繰り返しながら目的地にたどり着く、それが発信活動だと私は思いますね。はい、で今回のカウンセリング関係騒動のご感想があればということですけども、以上のようになりますけども、発言はしてないけども今回ねいろんな発信をする中で共感してる人がいるのは間違いないです、ね、その何も言わない共感者のことを忘れずにいてほしいなと思うんですよ。そしてこれからも発信はねそういう人向けにしてると思って、そうじゃない向かい風を吹かせる人にいちいち言いがかりをつけてくれる人のためにね反応する時間はもうもったいないから、あ違う意見が来た、はいはい、もう邪魔です邪魔ですでもいいですし、違う意見ありがとうございます、まあ違った意見お互いに大事にしていきましょうねでもいいと思うんですよ。どちらかの意見を何相手を論破してねねじ伏せないといけないもんではありません。さまざまな意見が認め合いながら共存するのが民主主義の世の中ですよ。共産主義っていうのは一つの考え方しかダメなんで、だから意見がガチンコした時にはどっちかに白黒決めましょうっていうことをいちいちやるんですよ。でこの共産主義がいいのか、それとも民主主義って言ってね
いろんな考え方、多様性、それこそ男女、年齢、住んでる地域、経験、人格によっていろんな意見はあるけども、でもお互いの命って大事だよね、お互いの違った考え方ってとっても面白い、興味があるよねっていうふうに過ごしていくのが民主主義でありますけども、どちらがいいんでしょうかってことです。少なくともツイッターは民主主義の言論の場でございますんで、自分の意見と相手の意見が違うからといってお互いに潰し合うもんではないですし、いちいちそこにね悩んだりとかねくじけたりするもんではないんですよ。あ、違う意見に出会えてよかったねで、そして通り過ぎて別の方向に向かっていけばいいんじゃないかなと思いますけどもね。以上でございます。まあこれからも頑張ってください。いろいろあると思いますよ。